国鉄滝16,200経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、作産ビニール専用の35トン石タンク車として1969年から1975年にかけて6ロット重量が富士重工業。 日立製作所の2社で製作された。所有者は内外輸送、日本石油輸送、新越化学工業の3社であった。1979年10月より化成品分類番号年31が表記された。タンク体は35系タイプに属するステンレス構成で保温のため厚さ 75mm または 110mm の ウレタン弾熱材を備えており規制で覆われた。荷役方式は、積み込みは、ドーム上部にある、積み込み口から行い、荷下ろしは、液質入管と、空気加圧による上出し方式である。車両によっては、両管に S 時間を装備していた。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 12300mm、全幅は 2720mm、 全高は 3836mm、台車中心間距離は 8500mm、地上は16.9トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.8、台車は、多千16200万16207が、ベッテンドルフ式の TR41C、16208、以降はは、平軸受け、コイルバネ式の t r イナス十二で、 あった。1987年4月の国鉄分割民営化時には全社が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では8両が現存していたが、1999年度に最後まで在籍した7両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。